Yeah. What's the worst case scenario? Plan out in your head how it's all gonna go. So you think you got it covered, but there's always something new that you discover you've not thought about. You can never figure out every possible outcome, and you're so scared you'll get it wrong. すごい。わあ、めちゃくちゃいいじゃん。じゃーん、こんな感じのビューでございます。めっちゃいい。はあ。ということで、本日のホテルはですね、ラビスタ東京ベイっていう私の大好きな豊洲にあるホテルに来てます。最高。あそこじゃん、私がいつも大好きなスペースがあるんですけど、あれ、あそこかな、いや、あそこだな。あそこら辺でいつも私結構なんかのんびりするのが好きなんですけど、それが見えるお部屋でした。マジで最高。ここのホテル四条前駅からも直結で来れるし、温泉があるんですよ。やばくない？なんかこういうホテルで温泉って私なかなかないような気がするんですよ。やっぱ旅館とかそういうイメージがあって、あんまりこういうところで温泉入れるとかなくないですか？それがあるのと、朝食付きのプランを予約したんですけど、朝食がマジで魅力的で、海鮮が大好きなんですけど、海鮮のビュッフェの朝ごはん、いくらもかけ放題みたいな、なんかそんな噂を聞いていて、それがね本当に楽しみで、そうなので、ちょっと今回はここのホテル泊まりたいなと思って予約しました。チェックインもなんか自動チェックインとかあって、結構すんなり入れました。やばい、ここいいかも。スカイツリーも見えるし、ちょっと今日はここでゆっくりだったりしようかなと思います。まだね3時、まだ3時なので全然まだまだゆっくりできる。昼ご飯は一応食べたんですけど、夜はなんかここら辺のね、近くに新しくできた千客万来っていう、なんて言ったらいいんだろう、フードコートだったり城下町みたいな、食べ歩きできるような感じなのかな、私のイメージ的には。なんかそんな施設ができたみたいな噂を聞いてて、さっきあの駅から降りた時にちらっと見えたんですけど、そこもちょっと行ってみたいなと思ってます。人が多かったりしたらテイクアウトしてこようかな。ここめっちゃいいし、めっちゃ日当たりっていうかいいやん、めちゃくちゃいい、ここ漏れる。もう夜はそんな感じで考えてて、あと温泉も行きたいし、マッサージとかないのかな、どうなんだろう、ちょっと後から見てみよう。ゆったり過ごしていきたいと思います。最高すぎる、本当に最高すぎる。どうしよう。じゃあということで、ルームツアーしてないね。ルームツアーします。はい、ということで、まず玄関ですね、こう入ってきまして、前にはこんな感じで洗面台があります。こっち
ちには鏡がこんな感じでありまして、ここにスリッパがあります。多分これが館内で履けるスリッパなのかな。結構なんかしっかりしたレザーのスリッパなんで、そうだと思うんですけど、これが多分室内用な気がします。ここがトイレかな、トイレとお風呂かな。おー綺麗、こんな感じで。あ、なんかベンチがある。まあお風呂は温泉があるので、そこまでなんかしっかりしたお風呂っていう感じではないけど、全然シャワー浴びれるから、いい感じ。洗面台はこのような感じになっております。コップもね、なんか可愛いんですよね。木で、木なのかな、木風プラスチック、なんかミントっぽい色っていうかで、可愛い。あ、歯ブラシ。他のメンディーはドビーとジオンよりお待ちくださいませ。これはドライヤーですね。で、こちら側に行くとお部屋になっております。はい、こんな感じ。広い、結構なんか思ったよりも広かったです、写真見るよりも。私は今回ダブルルームのお部屋、ダブルベッドが一つあるお部屋になっております。これは空気清浄機かなですね、もあります。あと金庫があって、ここにはでっかいテレビがボーンってありますね。これがコップ、あ、入ってる。こっちはマグ入ってます。かわいいお皿で、これが、あ、館内着だ。あ、大浴場も行けるんですね、これで。あ、めっちゃいいじゃん、嬉しい。そう、こういうのね、あるのかなと思ってたんだよね。タオルもちゃんと、こんなバッグもちゃんとあるんだ、親切。お水もあります。で、ここは冷蔵庫かな、冷蔵庫があります。ケトルとティッシュ、メモ、電話って感じかな。ソファーがこんな感じ、机と椅子と、朝ここでメイクしよう。こんな感じですね、めっちゃいい。部屋はこんな感じになっておりました。ほんとなんか意外とゆったり使えそうです。今からどうしようかな、一回まだ着いたばっかなのでゆったりしていきたいと思います。 I've been leave Take a lot of courage just to live out your dreams Bigger picture I can see if I Close my eyes, have the foresight to believe. Time don't move backwards, it speeds to the future fearlessly. Charging forward when I open my eyes. ちなみに本日のアウトフィットはこんな感じになっております。めっちゃビッグなトレンチコートは H&M スタジオのやつで数年前にゲットしました。そしてこちらのトップスは新作のアベマのトップスです。オリジナルのエンブレムも作ったりして、こういうリボンが3連バババンってついてるんですけど、めっちゃ可愛くないですか。作りました。袖がレースのドッキングになってて、ラインも入ってます。カプリパンツは前購入品で紹介したエイソスのパンツになっております。で、足元は安定にバレーシューズ、ザラの。バッグも安定に、これめっちゃ聞かれるんですけど、フリマで行った時にゲットしたスリフトのローレン・ラルフ・ローレンのバッグです。これめっちゃ使いやすくて、ほんと超使ってる。サングラスは、これはサンロラのサングラスです。こんな感じのちょっと細めなサングラスになっております。そろそろちょっと外にも出てみようかなということで、今からその気になってるって言ってた千客万来行ってみようかなと思います。ちなみにまだね4時40分5時前ぐらいなんですけど、まあでもいい感じか。私ほんといつも夜ご飯めっちゃ食べるの早くて、まあちょうどいいぐらいかな。ちょっと今から行ってみようと思います。あ、あれだ、すごい、めっちゃ雰囲気ありますね。
はい、ということで帰ってきました。そして買ってきました。そして行ってきました。なんかすごく本当に観光地みたいな感じで、海外の方もちらほらいたし、私もねさっきマグロ串、赤身と中トロ食べてきたんですけど、すごい美味しかったです。なんかそういう食べ歩き系もあったし、普通にレストランとかもあったし、フードコートもあったし、お土産屋さんとかもあって、すごいなんか楽しい感じでしたね。でね、さっき視聴者さんに声をかけていただきまして、これよかったって言ってお土産をいただいてしまいました。なんかお土産屋さんに行ってて、すごいいい香りだったんですみたいな感じで言ってて、なんかもし会えたら渡そうと思ってって言っていただいてしまいました。ありがとうございます。嬉しいです、本当に。てか私めちゃくちゃびっくりしたんですよ。そう、マグロ串を食べ終わって、よしじゃあ行こうかなと思って、こうパッて言って席を立ち上がろうとしたタイミングで、めっちゃ猛スピードでバーって来て私もうびっくりして、びっくりしたって言っちゃったぐらい探してくれてたのかな。嬉しい、これをくださいました。なんだろう、ちょっと開けてみます。リップ、香るリップ、リンゴミントだって。何これ、めちゃくちゃおしゃれ。すごい、こんな香るリップって書いてある。嬉しい、かわいい。あ、そういうこと、リンゴになってるんだ。かわいい、嬉しい。私マジ唇激激乾燥民なのでめちゃくちゃ嬉しい。こんなのどこにあったんだろう、私全然見つけれなかった本当だ、めっちゃいい香りする。嬉しい、ありがとうございます。なんかお洋服本当に大好きですっていう風に言ってくださいました。使わせていただきます、ありがとうございます。なんか私めっちゃ寂しい人だと思われたかも一人でさ、マグロ串食べてさ、めちゃくちゃ悲しい子じゃんって思われてるかもしれない。友達いないのかなみたいな。今日はね、こういう企画というかだったので一人ですが、また友達とも来たいな、ここ。本当にでももうちょっとゆっくりいろんなものを食べ歩きとかもしたいかも。今日ちょっとね、風が強くって結構寒くってすぐ戻ってきちゃいました。そして私が買ってきたのがこちらの超ジャンキーなセットなんですけど、天然マグロカツバーガーみたいな感じであって、こまごま食べるやつが結構多かった印象で、私的にはなんかこう持ち帰りできて結構まあちゃんとご飯食べれそうかなって思うのがこれだったので、普通になんか気になったしこれを買ってきました。ちなみにオニオンリングとウーロン茶、どんな感じなんだろう。あ、でかい、想像以上にでかいんですけど。確かにでも2000円ぐらいしたんですよ、このセットで。ちょっと高いなと思いながらも、待って、でかっ。なんかもっとさ、このぐらいのなんかちっちゃいのかなと思ってたんですけど、めちゃめちゃでかかった。裏面やばい、めちゃくちゃでかい。なんかちゃんとしたパンっていうか、なんていうんだろう、ちゃんとしたバーガー、すごい。いただきます。でかいな、食べれるかな。うん、全然たどり着けない全然たどり着けなかった。一回じゃ、なんか久しぶりにハンバーガー食べたかも。でもマジでかっ。すごいボリューミー。中はね、タルタルとマグロカツとキャベツが入ってる。マグロの香りが今ふわってきた。まだ6時前だから若干まだ明るいんですけど、多分ここからどんどん暗くなってきて、この景色がマジで綺麗だと思う。本当に私はそれは楽しみ。しかもここ13階なんですけど、14階がその大浴場とかエステとかがある場所だったから、お部屋があるのはここが最上階とかだと思うから、素敵、すごい嬉しい。ちゃんと身のところにたどり着けなくて、なんかすごい今カツの端っこをどんどん食べてる感じ。やっぱいつもなんかマグロは個人的にはやっぱ生で食べる方が美味しいかなってずっと思っちゃってたから、あんまり火通して食べることはなかったけど、美味しいって。私めっちゃ肘ついて食べちゃってたかも今。みんなさ、みんなってこうやってなんか一人でまあホカンスしたりとか、なんかご飯食べたりとかなんかするのかな。私結構一人で行動しちゃうんですよね。友達がね少ないっていうのもあるんですけどいないわけではない、少
くないんです、めちゃくちゃ。私は多分狭く深くタイプなんですよね。だから多分友達って思えるまでもすごい時間がかかるタイプだと思うし、その分なんかちゃんと心を開けるのも時間がかかるタイプだと思うし、まあ本当人によって違うんですけど、すごいなんか包容力ある人っているじゃないですか、たまに。そういう人とかやっぱ話してて多分どん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 こう自分のこといろいろ話しちゃうとかあると思うんですけど、どちらかというとあんまりフレンドリーになれないタイプな気がするので、だからね、なんか友達が本当にできづらいできづらいっていうか、なんだろうね、みんなどうやって友達作ってんだろうな。私本当コミュニティみたいなのが全然ないので、もう一人で仕事できちゃってみたいな、そういうことじゃないですよ、一人で終えれる、一人でできる仕事っていうんですかね、そう、なんか自分で撮って編集してあげてみたいな感じで、普段一人で仕事してることが多いから、なんかあんまりこう職場の友達とかも結構憧れがあるんですよね。友達とかは職場で友達ができて普通にプライベートも遊びに行ったりとかしてるの見てると、まあいいなって思う。まあでもそれで言うと私はあれか、ビジネスやってる子の友達とかがそういう職場の友達みたいな感覚になるのかな。すごいよな、本当にこんなにビルがあってさビルってどうやって建てるの、何年かかるのって思うんですけど、マジでめちゃくちゃあるよビル、ここすごい本当に橋もどうやって作るの、不思議、人間ってマジですごい、何の話みたいなちょっとこれ以上回してるとどんどん変な話をしちゃいそうなので、動画止めてゆっくり食べようと思います。食べ終わってちょっとゆったりしながらのんびりとしていたんですけど、今が19時20分ぐらいなんですが、そろそろ温泉の方に行ってみようかなと思います。エステはインルームのやつもあったので、そっちにしようかなってちょっと考えてます。でもうちょっとしたら多分結構混んできちゃうような気もするので、今がチャンスかなと思いまして行ってこようかなと思います。楽しみ、帰ってきたらちょっとまた動画を撮ろうかなと思いますので、行ってきたいと思います。はい、ということで上がってきました。気持ちよかった、あーマジで。なんかそのお湯もうめちゃくちゃ種類があって、いろんなサウナも、私サウナあんまり得意じゃなくて入ってないんですけど、すごいいろんな種類のサウナがあったりとかして、露天風呂もあったし、その露天風呂もね行きたかったんだけど、なんか結構人数っていうか人がいたのでちょっと断念しましたが、とっても最高でした。で今はちょっとパックをしております。本当に今日すごく充実した一日になってます。幸せ、本当にゆっくりしてる。でね、そうだ、さっきインルームスパっていうのがあるって言ったじゃないですか。で予約しようとしたんですけど、今がね8時45分なんですけど、最短一番早くても11時20分って言われてしまって、11時20分かと思って、ちょっと私眠いぞと思ってやめました。またマッサージは別日に行こうかなと思います。はぁ、あ、マジで最高。明日もね朝ごはん頑張ってるので楽しみ。朝ごはん結構混むのかな。夜景はマジで最高。ゆっくりちょっと寝る準備しながらのんびり過ごそうと思います。
おはようございます。めっちゃ綺麗、最高の朝です。ちなみに今5時53分ですね。朝ごはんも6時から入れるのでちょうどいいぐらいに目が覚めました。昨日はもうね11時前には寝てました。めっちゃ健康的な朝ということで、朝ごはんの準備したいと思います。準備が完了しましたので今から行きたいと思います。楽しみ、9時3分。めっちゃ朝ごはん楽しみにした人みたい。では行ってきます。ということでご飯食べてきました。めっちゃ美味しかった。いくらもかけ放題ですし、海鮮のせ放題ですし、その他にもめちゃくちゃいろんな種類のご飯があって大満足。今まだ7時なのでチェックインが11時とかだから全然時間あるので、軽く温泉にもう一回行ってこようかなって思います。浸かるだけ浸かろうかなと。昨日の夜ね露天風呂に行けなかったので、ちょっと露天風呂行けたらいいなと思ってるんですけど、来ようと思います。お風呂から上がってきました。気持ちよかった。なんか人もそんなめっちゃいるわけじゃなくてゆっくり露天風呂はね行けました。最高だった。していきたいと思います。今回ねこのホカンスの Vlog 撮ってるじゃないですか。実は去年の夏ぐらいに YouTube でタイアップさせてもらったファーウェイさんにまたご提供をいただきまして、今回ちょっとこんなご褒美ホカンス Vlog を撮らせていただいたんですけど、ちなみに今回もこのスマートウォッチをご提供していただいてるんですけど、見た目は結構ね前のものと似たような感じなんですけど、前のとはまた違った新しいスマートウォッチになっていまして、これがねファーウェイバンド9っていう商品になります。私昨日もこれお風呂以外はほとんどねずっとつけてました。寝る時もつけてたんですけど、寝る時にこれつけて寝ることで科学的に睡眠管理のサポートをしてくれるんですよ。だから睡眠のねスコアが見えるの。ちなみに私の昨日の睡眠スコア84で6時間50分寝ました。
自分のこの睡眠の詳細もすっごい詳しく見れて、 iPhone とも連携できるので、でアプリがあるからそれでもすごい詳しく見れたりするんですけど、スマートウォッチの画面だけでもいろんな詳細が見れます。すごい高精度で睡眠測定をしてくれるから、寝てる時ってやっぱりさ無意識だから何も分かんないじゃないですか自分では。でもこうやってデータで見ることで、なんか自分がどういう睡眠をしてたかっていうのが分かるから、すごい面白いし、しかもアドバイスをくれたりもするんですよね。私の昨日の睡眠のアドバイスでいくと、昨夜の睡眠の質は比較的良好でした。睡眠時間は6時間50分でした。これは正常です。良質な睡眠は免疫システムを強化し細菌から身を守ります。光が多すぎるとメラトニンの分泌に影響を与えるため必ずカーテンを閉めましょうとか。その前はちなみに79点だったんですね。私昨夜の睡眠の質は平均的でした。就寝時刻は1時3分でした。これは少し遅いです。就寝が遅くなると免疫システムが低下し、風邪をひいたりアレルギーを引き起こしたりしやすくなります。眠りにつきやすくするためにホワイトノイズを聞いてみてください。リズムと自然な雰囲気がリラックスさせてくれますとか、本当になんかね、いろいろこのデータに基づいて提案してくれたり分析してくれるので、改めてこう睡眠っていうのを見返す機会にもなるし、睡眠ってやっぱりなんかいろんなところで大事大事って聞くじゃないですか。で私もやっぱり実際にあんまり睡眠取れてない時とか寝つきが悪いなっていう時とか、本当に疲れてる時ってめちゃくちゃ金縛りに遭いやすかったりとかするんですけど、私そういうところで直結してるなってすごく思うので、睡眠からこうやってなんかいろんなデータ、自分の睡眠の質っていうのを知れるのがすごい嬉しいです。でまあいろいろとね、こんな感じでデータの画面があったりするんですけど、深い睡眠が何時間とか、浅い睡眠何時間、レム睡眠何時間とか、呼吸の質とか心拍数とか、ここもね前のものよりも詳しく出てくれるようになってるので、本当により精度が高くなったというか、詳細まで見れるようになったそうです。つけてるだけでこんな詳しく分かるのが本当にすごいなと思って。ちなみにこのスマートウォッチはめちゃくちゃ本当軽いので、つき心地がマジでいい。こういうのってやっぱ慣れないとすごい違和感だったりとか気になったりとかすると思うんですけど、買って最初の方はつけてても結局つけなくなっちゃったとかしたらもったいないじゃないですか。ちなみに重さが約 14g で、厚さが約 8.99mm っていう風に書いてあります。前動画で紹介した時はジムとか行ってワークアウトとかしてたけど、全然本当に気にならないぐらい軽量だったので、ワークアウトモードとかもあるし、24時間健康を管理してくれるので、実際にランニングだったりとかウォーキングとかワークアウトしてる最中も心拍数だったり血中酸素レベルとかも測ってくれたりするので、まあそういうね、運動する人にはもちろん、普通に生活する上でもなんかちょっと異常があったりとかした時に分かるので、すごい便利だし助かるなって思います。最近ねこういう時計結構多いと思うんですけど、多いからこそどれを使ったらいいか分かんないとか、もしまあこれ気になった方いたら、ぜひ概要欄にもリンク貼っておくのでチェックしてみてください。で私こうやって iPhone と連携してるから、 iPhone に来た通知もここにビーってくるんですよ。 LINE の通知だったりとか振動が来てお知らせしてくれるので、それもねシンプルにありがたいです。じゃあちょっと残りのメイクもちゃちゃっと仕上げたいと思います。はい、ということで本日のアウトフィットです。じゃん、こんな感じです。まずトップスはこれ新作のアベモアのやつです。このトップス私めっちゃ気に入っていて、超おすすめのアイテムです。ちょっとワンショルっぽくなっていまして、そこにね自由に取り外しアレンジできる紐がついていたり、本当に生地も柔らかい素材で気持ちいいです。着心地がいい。パンツもアベマの新しい新作の、これはセレクトのアイテムなんですけど、このデニムもねめっちゃ形綺麗で超可愛いです。でアウターは昨日と同じ B&M Studio のアウターです。めっちゃ春コーデ。トレンチってやっぱめっちゃ春になりますよね、着るだけで。今日はこのような感じです。シューズは昨日と同じバレーシューズを履きます。はい、ということで
今回はこんな感じで私のホカンス Vlog を撮ってみました。今回はですね、ファーウェイさんのご提供ということで贅沢なホカンスをしてみました。本当に最高でした。マジで良い休日だった。仕事をね、やっぱ頑張るのも大切なことだとは思うんですけど、こうやって途中途中で息抜きするっていうこともすごく大切なことだなと私は思うので、なんか同じく仕事でちょっと疲れたなっていう方とか、もし休める機会があったらこんな感じでホカンスしてみるのもありかなって思います。ちなみに私はこの後ね、美容室に行って髪の毛を赤をちょっとチャージする予定なので、まだでも時間あるのでちょっとプラプラゆっくりしつつ美容室行こうかなと思います。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。